アデマール、エスマン、アデマール、エスマンは、フランスの広報学者、パリ大学教授。1848年2月1日、シャラント県、トゥベラックに生まれる。大学で、ローマ法を学び、1872年ローマ法に関する論文で博士号を取得。1875年、同英法学部で、法制史を講じた後、パリ大学教授。 1889年から憲法学講座を受け持つ。1902年権限裁判所判事。1913年7月20日へ民。現代フランス憲法学は、形成期、半世期、発展期の3期に分けることができるとされるが、エスマンは、形成期を担った最も古典的、正当的な学者であるとされる。ローマ法、法制史を研究した後、 憲法の研究で著名になり、歴史学のテーヌの弟子と呼ばれたこともあり、歴史的非核法的方法を研究方法として取る。フランス革命やイギリスの名誉革命によって、確立された近代的自由の概念を基礎に、国民主権、議会制、反代表制、権力分立などの諸原理の基礎を確立し、伝統的憲法理論を集大成した人物である。 第三共和制下における代表的な憲法学の論客の一人であり、日本の解釈論にも多大な影響を与えた。主権抹殺論を唱えたレオン・デュキーと対立し、論争を繰り返した。AS マンの憲法学、ありがとうございます。